お疲れちゃん、そらっとし、今日ですね、こちら。外役エリゴで、進化ペッカ入り、やっていきます。さあ、大人気ね。大人気。大不人気。はい、エリゴでデッキに、ペッカが、ついに入ってきました。前までは進化ウィザードだったんですが、まあ、ウィザードの火力も優秀であるんですけど、まあ、ペッカがね、ちょっと今強いので、はい、まあ、ペッカでもいいだろうと、言ったところでね、まさかのエリゴレペッカ、やっていきます。それ以外の中身は何も変わってないですね。はい。で、まあ、進化スケがあったら理想ですけど、まあ、ちょっと進化ないので、まあ、ノーマルスケではあるが、まあ、エリゴレ自体が多分結構強いので、はい。いいでしょう。まあ、なんか、エリゴレ最悪出さなくても、ペッカダクネとか、ペッカレイジ、それだけでも強そうだな。よし。まあ、ちょっとペッカデッキっぽくね、っぽく見せて、はい。進化ペッカの時に、エリゴレも添えて、レイジも添えて、ダクネも添えて、パーティーしようかなと思います。え美味しすぎん？まあ、このペッカは何だっていいか。よいしょ。まあ、普通のタワーでもよかったな。なんか、いや、これはね、許容という言葉で逃げようと思います。はい。相手のロケット奉仕を、ボイドでしばきながら、え、てかもうこれエリゴレ行ったら勝ちじゃね？いやマジいらねえな、ペッカ。まあもともとね、これだけでも強かったんで。よし。さあ、エリゴレスケキンのソウルコールからの、レイジ添えて、バルキリー、こんにちは。そんなん関係ねえよと。で、エリゴレスケで回して、レイジで、ダガが居眠りしたら、誰がこれを止めるんだい？え、もう一回ソウルコールいけるワンチャン。うい！まあ、行かずとも折れますよと。エリゴレや。全然、ペッカは？ペッカは別に何でもよかったな、これ。ペッカじゃなくてもいいやんつー。話ではあるが。まあ、ペッカがいるからこそね、いいシーンも生まれると思うんですよ。はい。おいしいなこれ。まさかエリゴレだとは思ってねえだろうな今。いやー、まああれちょっとめんどくさいんで、ヤナメカボイド回して、バカつぶね。ペッカエリゴレ、これにさ、おお、まあ許容だって。今のにエリゴレ添えたら強えだろうな、ペッカが残ってればね。普通にペッカエリゴレってやばいな。止まんのかな相手して。いや、まあまあ一旦もう一回ジャイ出してくんねえかな、エリババ。エリババロケ砲もいたっすね。まあまあ、いや来るぞ、ケツジャイ来いよ。待ってもいいな。よし。でロケ砲はボイドで溶かして、まあ次エリババはもうレイジとか使って突破したい。このペッカ回復できるんで、そこをしっかりね生かしていきたいな。これでスケも挟んであげたい。でペッカをできるだけ延命してヒールして、やばい、ダクネのコウモリが、うわ横取りしやがったこいつ、たまにいいんだよな。横取り野郎が。だから単純このペッカも強くね、スケキン逆でもよかったの。おお、スケキンいらな。普通にペッカが強いだけ。いやでも打って、いや、あれがあったな。ガゴムで。え？まさかのね。そうなってくると話が変わんな。怖くなってきたな、急に。いやー、これが許容というね。レイジ待ったな。
で、めっちゃ左を行く感じだけ出して右側エリゴレレイジン強すぎるか守れんのって話よね。よいしょ、さあ呪文打っていや、これ強いぞ。左側ペッカダクネ、ペッカダクネ、まあペッカダクネ、いやエリゴレダクネやりたいか。まあペッカも相手は無視できないよと。でも逆サイエリゴレもレイジ来るよと。エリゴレレイジ、エリゴレダクネレイジ、今の強いな。理想ですね、見つけました。はい、ペッカ側でね、その同サイドに形組んでカウンターもいいが、逆サイブッパだって強い。いや入りすぎ、こんなもんさマジであのキモい立ち回り、やばい、熱い。ソウルコールでレイジ添えてやばい、でもいや折れるんですよね。はい、どうもこんにちは、エリゴレです、撮りますスケキンもなんかさ、ここ最近評価高いよな。やべ、2コス捨てた、帰ってこい、帰ってきた、おっつ。迫撃砲にも使われてるし、まあエリゴレにも使われるし、なんかチャンピオンで一番使われてる気がします。うわー、上位互換や。スケキンがチャンピオンで一番優秀なんかね、誰も想像してなかったけど。いやこれエリゴレさ、ペッカにめっちゃ回復されんのかな、どうなんだろう。やべ、蝶々待ってる、やばい、回復されてる。入ってるペッカくんのマジやだな、これマジまずいな。危な、まあボイドもちょっとだけペッカ受けに優秀か。え、相手 2.6 億のアイスゴーレムがペッカドッキリある。いやー戦いづら。でもローキックだし、ローキックか、エリゴレってさ、ペッカ回復するのかな。待ってくれ、やばい、実はお前がいやもうぐっちゃぐちゃすぎるどういうことなんかもうわちゃわちゃしすぎてさ、エリゴレダクネスケキンからのソウルコールで、それだけでもなんかよくわかんねえのにさ、進化ペッカーが体力回復してみたいな、どうなってんだ。さあ枯渇、ちいかわ、おお、なるほど。いやこれみかんバルーンある、いやザップきた、まあ許容という無視エリゴレエリゴレエリゴレレイジ、はい、なんかごめんななんかごめんなね、スケコウモリとかでさ、プリンセスとかちっこいコストで頑張ってる相手にな、ごめんな。いやお前エリババだったわ頑張ってる感出してるよ、エリババやないか。まあまあ、いやペッカいいの、守りが強いの。エリゴレって意外とね、防衛ヘッポコデッキみたいなとこあったけどペッカ入ったら守りも強くなっちゃったよ。え、どうしようこれ、手札強っ。
守りも攻め最強やん、エリゴレって。守りも強くなっちゃったよからの、いやめっちゃいい強要すぎるこれ。何でもできる、何でもできるがゆえに何もできないまあペッカがいなくともね、私たちは参るのよと、エリゴレダクネ君いやエリゴレ強え、ペッカ強えちょっと相手のデッキ一応見とくか、高回転エリババレージとやってることは変わんねえんだな、全然同じようなもんさ。いやでもペッカいるんで単純に守りが強え突破されねえな。エリゴレ2倍タイムまで最悪出さなくてもいい、隠してるパターンもあり。それ戦いづらい。いやなんかでもこれにさえ新しいパターン、いや変にはよくねえけど、ペッカデッキってさ実はペッカの受けきついよね。いやマナトリは仕方ねえか、打ち落としてやってもよかったか。いやカウンターグロいっすわこれ、しかも進化ペッカだったら俺キングまで行かれるかもな。やべ、どうしようこれ。進化ペッカじゃねえ、熱っやすけばさみ熱っ。まあまあフェニゴさすがに、痛い痛い痛いがやばい一生このサイクルだよさっきからソルゴールイザード食え。いや進化ザップ良すぎるが君たちなら大丈夫だろう。まあ別に流れは良くないけど良くないけど、いやまずいかこれ。いや俺にはエリゴレがいいんだよな。いや進化ペッカちょっと熱い。え、これやばい。来た。これ守れんのかよ。どうなん、教えてくれよっていう。さあ、ペッカの受けもね、きついし。ペッカの後ろに、エリゴレダクネツケキン来るかんな。えぐいな。別に逆だっていいんだよな。エリゴレの後ろに、ダクネいるだけでうっといのにさ、コウモリもいて。スケキンもいて、エリゴレの後ろにペッカまでいたときよ、やばいなこのデッキめっちゃ強くない？ヤナアメボイドレイジでさ幅広く戦えて、ジャイゴブジャイロイジャイ系もペッカで受けれて、急にエリゴレめっちゃ強くなったくね。これそんなことないかな。だからもうこれでさ、エリゴレいったっていいんですけど、まあ、今日の一応ペッカがねいるっていうのも重要だと思うんで、ソルコール、はいペッカがね、でここでエリゴリ行くんですよ、しかも
でもはい、俺脳みそ今溶けてるんで知らねえんだ。でペッカがやっとやっつけられたらエリゴレがフルでいる。いやこれやばいわこれマジでめっちゃ強いぞこのエリゴレ。エリゴレ？ペッカエリゴレか。いやこれやばいわ。エリゴレの後ろにペッカ、ペッカの後ろにエリゴレ、どっちだっていいんですけど、相手にこのエリゴレが来た時に勝てない気がする俺。何のデッキなら勝てんだろう。普通に相手にこのエリゴレ来た時マジ絶望じゃない。ピッカがちょっと嫌なんだよな。進化ペッカっていうのがしかも。適当に守って、プリンスね。いやまあジャイ系とかね、まあ今まであんま守れなかったようなアイテムをペッカです。来いよ来ねえか。普通のエリゴレデッキ感出しといてペッカなんですよね。ワンチャンジャイ来る。いやペッカなんかい君も。いやソウルコール優秀か。まあエリゴレをつけてもいいが、まあ無理せずね行ってもいいか。ザップだけ速いやつたまにいるかんな。呪文ヤナメレジだけ速いな俺。よし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 。呪文だけ速いタイプ。デッキはやばいけど。相手プリンスいたな。ウィザードもいたな。ウィザードちょっとやだな。え、これめっちゃ強くない？これ。すみそう。いや、待って。ボード下手すぎる。下手すぎに見えてめっちゃうまかった。今のボイドめっちゃうまかったよ。さあこう見えても呪文削りに入ってる。エリゴレ出さないタイプ。いや出しちゃっていいかこれ。これやばいよな。ウィザードヤナメボイドで解けるっすよこれで。エリゴレもいてレイジもね、わかんねえもんなこれ。うっつって、どうなってたんやっつって。うわやば、ちょっと待ってこれ。エリゴレ今期エリゴレか。いやめっちゃ強い気がするけどな。なんかエリゴレの後ろにペッカがいることによって俺のペッカがね相手に殴られないですよね。まあそれこそ相手のペッカとかに対して、相手のペッカがエリゴレ殴ってる間にこっちのペッカは相手のペッカ溶かすしみたいな。うわなんかえげつねえデッキ見つけちまうとか、これやべえな、やべえぞこれ。このデッキ流行ったら環境終わるぞおい。環境どころじゃねえ、クラッシュロイヤル終わっちまうか。まあエリゴレですよ感出して、まあ、ペッカをね相手枯渇か。まあインフェだったらエリゴレ刺さるし、まあテスラとかだったらペッカ刺さるしみたいな感じでいくか。まあ、トリマでも進化ペッカ出したいね、回したり。いやこれいいよ、サンコスプリン端前やめてください、やめて。俺の心の声が届いてやがる。そう簡単に対応してたまるかっていう。
インフェ？インフェか。いや、コウモリめっちゃいいな。うわぁ。ギャング、うめえかよ。まあ、ちょっとまずいよねっていう感じを出しながら、はい。弱い振り得意なんでね、俺。はい。ちょっとまずい感だけ出して、こいつは下手くそなエリゴレやと思わせてよ。こっからよ。地獄を見るのは。うちのペッカ回復するよ。いや、これダクネさ、左サイドドッキリある。ポイズンない。いや、エリゴの竹取り熱すぎる。ペッカに行く。やばい。ペッカ。やばい。うわー、やばい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 。ちょっと待って、話が違う。いや、俺なんてポイズンやね。そんなことある。おいしいな、それ。あるよ。本命が左のペッカなんて気づかないでしょ。だしょ。おい、右ですけどね。本命は左じゃないですよ、右ですからね。はい、騙されたっしょ、みんな。俺が左のペッカ倒そうとしてると思ったっしょ。右なんですよね。危ねえ、マジ怖かった。右なんですよね、まさかのね。これオイラもびっくりですよと。いや、まあ、どっちかは刺さるよねっていうね話よ。だから片サイドにまあ組んじゃっても強いけど、まあポイズンとかね、まあデリバリーとか、なんかゴリ押してもちょっと守られそうだなみたいなね、ファイブヤナメとか。相手には今みたいな両サイド攻めもね、刺さっていっちゃうよっていう話ね。ペッカ強えな。あータギか。いや、ボイド強えな。まあ、相手やりすぎっすけどね。いいっすか。やっちゃってもいいっすか。まあ、ソウルコールを使わずともみたいな。ロケコかバルキリー、どっちだ。ロケホコイ。あっつ。バルキリーこそ出せないから終わったっすよ。ナイスー。遅れて参上、バルキリー。遅れすぎ。いや、マジで強いかもな、このエリゴレ。何に負けるんだろう。あ、まあ、さっきの、インフェプラスポイズンみたいな、デッキはね、まあ、ほんとトップレベルで嫌なデッキだね。マジ弱点少なそうね。テッカがいるだけで。いや、これやばいな。本当に強いかもしんない。てか強い。明らかにデッキパワーが。今まではいろんなね、うわ、完成度高いわ、このデッキみたいなデッキ紹介してきたけど、そん中でも、トップオブトップじゃない？いやー、まあ、だるいけど。え、後ろ？うわ！なんか、あー、まあまあ、かわいそうだけど、え、これにさ、あー、まあ、ペッカ後ろにしようか。
どっちでもいいんですけど。エリゴレ後ろでもペッカ後ろでも、まあ、ペッカ後ろの方がペッカが生き残ってよりキングをまで持っていってくれる破壊力が出るんじゃないのっていう、マスケに打ち抜かれてますやんペッカ。これね、そのエリゴレの後ろにペッカいるとこのペッカが、うわー良すぎるコウモリザップの受け、メガナイトオールブレイカーやん。いやアドやば、これ今4個再上げました。板にメガナイトからのミニペッカとか来るとうまいな。いてまあペッカだしね、そうペッカなんですよ俺今。ミニペクル、まあそんなんさすがに知ってますよって話に、ね、そんなのも考えてないわけないじゃないですかっていう話ね。守れるんですかって話ね、これあなたさん。もう絶望、絶望じゃない、大丈夫これ、まあ、レイジでも打っちゃってもいいし。いやばすぎる、絶対勝てるやんこれ、メガナイトオールブレイカー。ま？いやこのデッキはあってはならないな。どうしようか。あってはならないんですけど、めっちゃ伝えたい。みんなにこのデッキのイカレ具合を。いや存在してはならないぐらいなレベルではある気がするんですけど。まあ、もう存在しちゃってるしな。え、マジで。おもろすぎるぞ、これ。やめて。何このデッキ。荒野が。荒野。やばいな、これ。幸せになれる。ベビードラか。まあベビードラをボイドで破壊できんのかな。行ってみて考える。おお。まずいな。ベビドラか。ベビドラ結構安っすね。なんかフェニックスとかインドラとかライドラではなく、ベビドラっていうのがなんかいい感じに刺さっちゃってるわ。まあ行くっきゃないか俺。いやーまあ良妻だな。まさかの。やば。ライトニング、あーなんか進化バルキル、ベビドラ。俺の敵にぶっ刺さってんだな。頑張ってミスター、これまずい、終わった。弱点ミッケ、ゴブゴヤ、ゴブゴヤ、ライトニング。弱点ミッケ、まあ、バルキリーベビーに縛られてるな、ちょっと。
そんなことある。諦めてない。惜しい今ね、いや耐えれたらワンチャンみたいないやベビドラ嫌だったっすね。なんかビビドラなんかボイドで突破できそうだったけど噛み合わなかったの。初手ゲーエリゴレダクネエリゴレダクネスケギンの方が逆に良かったかもしんねえけど、良かったわ負けれて。その焦ってたわ、そのねマネキン強すぎて、なんか怒りすぎててさ心配だったんで、その負けてれてよかったっていう、ちょっと安心もしたあ、クラルワってやっぱ負けることできるよなと思ってさ、マネキン強すぎてなんか怒りすぎててマジ焦っていた。よかったあー、だからライトニングなんか結構刺さんね、意外とこのデッキに。うんまあ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 、でもこの後やばいな、来る始まり、これこそねえか、熱っ、来るんかい。いいね、これってさ、おっきいゴレを倒してもオーバーヒールすんのかな。やべ、タワー多い、何やってんの。さあ回復からの、何やっとんねん横取り野郎おるやんけ。おい金髪美女、あーそれはちょっと話が。まあまあ、ゴレスパーキン、まあこれも結局ボイドで、嘘やん、おーまあいやまあ耐えれそう。1399、結局ペッカが優秀みたいなとこある。さよならして、さよならして、いやーボイドダメレージ、これも加工してほしいな。こんにちはふんふん、強っ。まあそれはペッカの時点で強えか、ゴレにはな、明らかに。まあ相手がラバとかでも結局ボイドとあとヤナメレイジエリゴレダクで強いんで、なんかもう陸でゴリ押しちゃってみたいなこともできそうだな。さっきのデッキだけさっきのあのベビドラだけちょっと勘弁してほしいぐらい。おコカッちゃん、まあロッキーだったら許せるなぽい、やだな、それこれ打っちゃおう。相手の呪文というかあれが知りたいの、施設、てかナイトスケやん、あーそういうこと、そのテスラ、俺さ、スケ使ったよ。ペッカの少ない？エリゴレ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 、いや、めっちゃいい対応相手。やばい。
なるほど。まあギャングとかがねいない高回転型だ。スケレスピ。どうしよう。ああまあゆっくり行くか。いやこれ強いな。両サイドのエリゴレダクネペッカが強すぎる。することなくて攻めてきてくれたらね美味しいしな。やばくね。あーいいテスラや。でも待ってペックがペック頑張りすぎててなんか今ちょっと焦ってた。いや強っ。え、防衛うまい。大丈夫そう。一応呪文圏内ではある。まあさすがに耐えたか。危ねえ。まあなんか枯渇もちょっと怖いっすね。いやでもなんかピックがマジで止まんなさすぎてあいつしんどそうでしたね。さあというわけでエリゴレペッカ、いやこのデッキはねマジでまずいかもしれないね。これが流行ってしまうとだいぶ恐ろしい気はするんですけど、いや俺は気に入りました。はい、 いやしかも超強い。皆さんマジで使ってみてください。これまでやばいっす。病みつきになります。まあほどほどにね。使いすぎないようにね。はい、ってことでよければチャンネル高評価も押しちゃって押したことない。